前。スリーバントですか。スリーバントですか。スリーバントですか。で、1番からの攻撃で先頭フォアボール。大体点入りますよ、これ。普通の流れからいくとね。うん、すごい。シンクロしてしまいました。そうです。ここでフォークボール見逃し三振。高めから落として。外、ここはスライダーできましたが、ノーアウトランナー二塁一塁で、さあセーフの判定。内野安打。いい流れですね。コースでした。伊藤も伏見も今もベンチに帰ろうかというようなそんなジェスチャーだったんですが、これですね、はい、ちょっと高いバントの構えです。おっと、バットに当たって、バットに当たってから審判の方に当たって、そうですよね、はい、今回は引いたバットに当たったんです、ね、ギリギリ引こうとして迷いがあって遅れているんですよね。で、伏見もああそうですね、ファールになって、しかし今のはファールになりました。回はちょっとためらい